大家好，欢迎来到我频道。剧情继续，莲介决定重新开始，而封建继续在寻找真惠美秀美，也为了寻找莲介不顾一切，而 Regulus 的未来仍然扑朔迷离。問題の椅子を製造した上海工場を閉鎖するとともに上海店を閉店します。私が辞めれば長寿で会うでしょう。蓮介負けるな。你的老板出来了，你不能再相信他了。私上海に帰る。私がいるとルーを苦しめるから。俺はお前のことを幸せにしたい。でも俺は生き方を変えることはできない。うちのパパと風見くん繋がってたの。もしかしたら手を組んで葉月さんを会社から追い出そうとしてるのかもしれない。いつから考えてた。現代表取締役葉月蓮介の解任を提案します。解任の理由をお願いします。小泉君。はい。1、インド進出の件。2、上海工場の凍結廃棄の件。3、一連の騒動の混乱を招いた売上減少への責任問題。以上の通り、この3つの件から葉月社長の解任を要求するとともに、風見さんを新代表取締役として推挙させていただきます。葉月さん、何かご意見は。特に。ではこの件を取締役会に上呈し正式決定とした。その必要はありません。皆さんとの意見の相違が明らかになって、今もうこれ以上ここに立ちたいとは思いません。お疲れ様でした。どういうつもり。何が。本当にそれでいいの。あとはあいつらが何とかしてくれるよ。二宮、今までありがとうな。やりましたね。でも意外とあっけなかったですね。こんなことならもっと早くやっとくべきでした。本当ですね。この番組は D&G、トヨタ、エステー、サントリー、メナード化粧品、ドコモの提供でお送りします。私え、ルカちゃん。ちみ俺は好きだけど。ちょっとはい。っていうかごめん、今取り込み中なんだ。それどころじゃないよ葉月さん、クビになっちゃったんだって。え、嘘。
もしもし。やっぱり組んでたんだね、風見くんと。ゆずき、それはだな。言い訳なんか聞きたくない。レゴリスは生まれ変わります。どうか皆さんよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、我がレゴリスは業界第一位のマストポール社と業務提携に関する基本的合意に至りましたこと、ご報告申し上げます。ただいま風見社長よりご紹介に預かりました大貫でございます。レゴリスさんとは10年来のライバル関係が続いておりましたが、今回敦樹社長の辞任を機に新たにレゴリスを引っ張っていく風見さんとの合意をもちまして。 Congratulations on the merger. All the best. Thank you. あやめさん、襲名どこ行っちゃったんだろうね。さあ知りませんけど。本当になんで疑うんですか。だって襲名からあれから全然連絡ないんだもん。襲名さ、私には何でも話してくれたんだよ。やっぱり気になるんですね、襲名のことも蓮さんのことも。風見くんさ、レンスケのことを陥れるために私に近づいた？違います、それだけは本当に。それだけはって。いえ、特に深い意味はないですけど。でもさ、風見くんとレンスケって見たとこすっごくいいパートナーって感じしたけどな。マユミさん、いっぱい持ってきましたよ。僕の父は中国人です。父の口癖は貧乏人にはなるなでした。僕は小さい頃からずっと勝つ方法を考えてきた。そしたら蓮さんに出会ったんです。予感しました、この人についていけば絶対に間違いない。そしてその予感が当たりました。だから蓮さんには感謝してます。うちに残ってくれますよね。社長、風見社長、大貫社長の記念写真お願いします。わかりました。取れましたか。 ありがとうございます。矢沢永吉のチケット取れた。あ、そうです。あ、すいません、はい、お願いしたいんですけど。じゃあ振り込みで。はい。あれってレゴリスの社長じゃない。あ、クビになったんでしょ。え、ニュースで見た。いらっしゃい、お前どう。餃子定食。え、餃子定食いっちゃうわ。どうぞ。はい、いらっしゃい。何名さん。2人です。お疲れさん。すいません、こっちどうしてもらっていいですか。すいませんね。どうぞどうぞどうぞ。じゃあ次はどうする。じゃあ何する。どうしよう。結構いろいろね。ごめんなさい。
すいません、あの葉月さんは先ほどチェックアウトされましたよ。何年も住んでいたのに。あ、そうですか、すいません。はい、まゆみちゃん、お母さんですか。あの子のことはね、基本ほっといてんの。でもたまに心配になるの。たまにね。一人でも生きていけるようにって小さい頃から突き放して育ててきた。あの子のためを思って私は女を捨てるってことしなかったわ。だからあの子がいい年旦那なのは私のせいじゃないかなって時々ね。いつまで一人で肩を怒らせて生きてくんだろって。じゃあ、はい、気をつけて。まゆみちゃん、レンスケのそば離れないでいただいてね。女の子にさ、あんなんじゃ愛想つかれちゃうでしょ。わかるんだ、大体。お願い、あとでさ、なんかおいしいもん送るから。こんにちは。いらっしゃい。何やん、ここで働くことにしたの。時給730円。本業の合間に働かせてくれって言うからさ、いや願ったり叶ったりだと思って。 いい看板娘になってくれると思うんだよね。絶対できんの、料理とかさ、皿洗いとか。あのね、バカにしないで。私だってね、わこれぐらいのことは。まゆみちゃんにあのお水出してあげて。はい。来ると思ったんじゃないの、レンスケ。ここで張ってればレンスケは来ると思ったんじゃないの。自分だってそう思ってたくせに。ゆうちゃんがいなくなっちゃったよ。ごめんね、うるさいよね。ほらほらほら、出ちゃう出ちゃう出ちゃう、迷惑だから。ほら2階に行こう。あれ、いたのか。出た、ゆうちゃんがいなくなっちゃったよ。うん、ありがとう。ねえ、シュウメイ、上海に帰っちゃったのかな。だって葉月さん、シュウメイにプロポーズしたんだよね。そうだね。じゃあなんで。あいつね、自分の生き方変えられなかったんじゃないかな。レゴリス守るためにシュウメイを裏切るか、シュウメイ守るためにレゴリス捨てるか、まあ迷ったんだと思うんだけど、まあでも結果的にあいつレゴリス選んだんだよね。なのにレゴリスも失った。違うな。ね、失ったんじゃなくて気づいたのかも、違うって。それで今あいつなりに新しい答え見つけようとしてんじゃないかな。それ俺が作ったんすよ。1万、いや、半額でいいっすよ。いや、1万、
それ以上だな。え？いいよこれ。あずきくん。いやー懐かしいな。君と初めて会ったのはこのフリーマーケットだった。君は手作りの家具を売ってた。いい腕をしてた。あなたが俺の一番最初のお客さんでしたね。うんうん。しかしうまくやりましたね。マストポールとレゴリス、この2つが手を組めば敵なんてないんじゃないですか。まあ風見と一緒に日本の家具業界を引っ張っててください。あずき君待ってくれ。やり直してみないか。私から風見君に頼んで。お断りします。どうしてなんだ。プライドがそんなに大事か。一度くらい涙を流して私の手を握ったらどうだ。ありがとう。俺に行きますって。ありがとうございました。君の才能私は心から買っていた。それだけは本当だ。ちょっと直しといて。ごめんなさい。失礼します。風見社長、はい、コペンハーゲンからのお届け物です。なるほど。真由美さんどうすんだろう。いいのかなこのままで。真由美さん言ってください。私たちに構わず。本当は葉月さんのこと探したいんでしょ。何言ってんの。どうしたの。私のことはこいつが面倒見ますから。いや私のこと好きなんでしょ。だから私たちに構わず行ってください。もうとっとと葉月さんのもとへ行ってください。いやまさかあんな一言で動くとは。大人って物事複雑に考えすぎんだな。ねえ指輪のサイズってどれくらいかな。何を気にしてんの。えっ無理。専属契約打ち切らせていただきます。実は来月からハッシュデザイン社とのコラボ企画を考えていました。それをぜひ真由美さんにお願いしたいと考えています。失礼いたします。真由美さん。僕は真由美さんのデザインを見てみたい。この話はそれからでもいいですか。あなたは僕の何を知ってるんですか。僕はレンさんの持っていたものやっと全部手に入れたんだ。あいつは手に入れるなんて1ミリも考えてなかったと思うよ。あいつがレゴリスでやろうとしたのは手に入れるじゃなくてばらまくだったの。家具に思いを込めて世界中に広げるっていうかさ。まあナイブすぎて笑っちゃうんだけどね。
ただ私はそれをちょっとでも手伝ってあげたかったんだよね。社長、もういいかな。もしもし、葉月さん。前から思ってたんですけど、そのスーツにそのネクタイって違いません？風見から連絡があって戻ってほしいと言われました。でも断ってきたところです。どうしてですか？私にとってのレゴリスは葉月さんですから。葉月さん、今こそやり直しませんか？また一から私たちの手で家具作りを始めるんです。もう葉月さんっていうのはやめてください。え？蓮介でいいです。気持ちは嬉しいんですけど、風見からオファーがあったなら、レゴリスに戻ってやってください。そしてレゴリスを見守ってください。そんな。お願いします。マストポールの娘とか会社とかそういうの一度全部抜きにして考えてみたかったの。なんであなたにちゃんと相手してもらえなかったのかとか、いろいろ。相手してたけど。してなかったよ。パンダの着ぐるみはないよ。なんかすっきりしちゃったね、お互い。ああ、これで初めて裸の付き合いができるって感じじゃない？うん、そうかも。じゃあさ、じゃあさ、これから裸の付き合いする？まだお昼前だよ。社長さん、よかった。あ、ちょっと待ってて。よかった。これ渡してもらえるかな。忘れてっちゃったみたいでさ。あ、ほら、ここに社長さんも写ってる。あとね、ここ。え、ほら、忍ばせ。あ、あっち。ちょ、ゆずちゃん何すんの。ごめんなさい、ちょっと。ね、着替えてこなきゃ。もう、ちょっとひどいよ。リースケ、そこにいるの？いたの、さっきまで。でもいなくなっちゃった。ちょっと目離した隙にどっか消えちゃったんだよ。でも元気だったのね。うん、
元気だったけど、でもなんか優しすぎて怖かった。今にもどっか消えちゃいそうだった。ねえ、心配だよ。どこ行っちゃったのかな。まゆみさん、心当たりない？どこ行っちゃったんだろう。見つかっちったか。なんかここにいるかなと思ったんだよね。自信あった？ないけど、あった。変わってないな、この眺め。15年前と一緒。机だって見て、これボロのまんま一緒だよ。普通変えるよね、これ。人は変わってんのにな。ねえ、レンスケ、やっぱりさ、忘れられちゃうのってやっぱ怖いの？ほら前に話してくれたじゃん。中学の時だっけ、ほらクラスメートにさ、転校が多いからって名前全然覚えてもらえなかったのがすんごいショックだったって。やっぱり虚しかったりするの今？ずいぶん頑張ったんだけどな。卒業して会社立ち上げて、会社を大きくして、大勢の人の上に立ってみて、でも結局何にも変わってないんだよ俺。ちょっ、ちっちゃんな。でっかいな。空いたね。あ、お待たせ。これがどうしても食べたかったんだよ。なんで学食の飯こんなとこでわざわざ食べなきゃいけないんだよ。はい、何言ってんだよ。昔からよくこれやってたじゃん。大丈夫、丼だけ返したけど大丈夫なんだから。
いただきます。豚丼のくせに相変わらず豚少ねえよな。変わってないね。これキムチの方が多くね。それ15年前も聞いたよ。これ何か知ってる？あ、これさっきのだ。庭しどり。庭しどり？これ鳥の中でも結構面白くて、オスがメスの気を引くために巣の中を花びらとか木の実とかこう貝殻とか使ってちゃんと飾るの。だからインテリアする鳥。レンスケだ。あ？レンスケみたいだね、こいつ。食べろ。ちょっとゆずちゃん、ちょっとシャボン。もしもし。もしもし。いたよ。生きてる。生きてる？はあ、よかった。今ね、母校の大学にいるの。母校ね、え、二人の思い出の場所か。変わる？レンスケに。うん、いい。あー、まゆみさん、葉月さんのこと頼むね。じゃあ。波の音がした。え？波の音がした。海にいるんだ、二人で。お嬢さん、その音一生忘れちゃいけねえぜ。それがあんたの恋の音だ。マスター、彼女に最高級のブドウ酒つけてやってくれ。てちゃん、うち紹興酒しかないよ。レンスケ、時間、バス。バス、車で来てんだけど。なんでこういう時に限る。すいません、乗ります。早い。間に合った、ありがとう。気をつけてな。どっか泊まってくな。いや、二宮、サンキューな。ドアが閉まります。なんだよ忘れ物って。あそこかな。さっきこんなとこ来てないだろ。ほら見て、あそこだよ。あるかな、あればいいんだけどね。そう、あった。何が？あったよ。早くこっち、こっち、はい、こっち来て。うわ、あったよ。信じらない。早く、じゃーん、レゴリス誕生の地。
でレイスケが掘ったんだよ。この名前に決めたって覚えてないでしょ。あん時のレイスケの嬉しそうな顔今でも覚えてるよ。なんて言ったってさ、かけっこで一等賞取ったみたいな、もう子供みたいな顔したのもね。しかしまだあったか、これすっごいな、懐かしい。あら、これ汚ねえ字だな、これレゴリス。引っ掛けない。何、そんな大事な目じゃないじゃん、これ。ねえ、なんで今夜ここにいようって思ったの？見に来た。好き？うん。4年間ずっとこうやって月見てレゴリスって決めた。それで、あそこに刻んだ。そうだったんだ。なあ、うん、月ってさ、気がついたら上にない？ああ、そうだね、ポカーンって浮かんでね。調子ないんだよな、光り方が。だから気づかない。見失った時に初めて気づくのかもな、月の存在に。レスケ、起きていい？なんだよ。いいから起きて、早く。なんだよ。あ、やっぱりダメだこりゃ。もう10年分残りが溜まってんな、これ。うわ、会社でやったらセクハラだぞ。いやん。こっちこっち。犬にゃん、アイスクリームみたいだな。何が？お前の匂い。バカ、何言ってんだよ。あの、生まれ変わったら何になりたい？うん、あ、これだ、これ庭しどり。チュチュンチュチュン。違うか。社長っていうのはもうないな。なんで？俺に向いてない。人とつながってるってことが来ない。そんな根本的なことに気がつくのに10年だぜ。バカでしょ。なこと言わないんだよ。人はね、人とつながらないことなんてできないんだよ。つながっちゃうんだよ、自然と。レンスケはそのつもりがなくても生きてるだけで、関わった人の心や人生を動かしちゃうんだよ。俺はずっと一人だなんて、たくばーか、傲慢もいいとこだよ。
なこと言ったらさ、今までレンスケについてきた人たちみんなどうなっちゃうのよ。シュウメイだって、キジハタさんだって、それにユズキちゃんなんか本当にレンスケのこと心配してんだよ。それに風見くんだって本当はレンスケとずっと繋がってたかったんだと思うよ。それに私だって、ごめん、今のなし。さあ、あれ知ってる？大きく育ちすぎた木は伐採されないんだって。なんだそれ。だから今日見た木みたいな一本だけ大きく育った木は強いけど、体にずっと力入れたまま生きてきたから木の癖がついちゃってて、切っても切っても材木に向かないんだって。けどその代わりね、大きく枝を広げて旅人の道しるべになったり、雨をしのぐ場所になったりするんだって。一本でも十分役に立ってる。蓮助もそういう木みたいになれればいいのにな。そろそろ寝るかな。よいしょ。あ、ごめんね、なんかさっき変な風に聞こえたらごめん。気にしないで。じゃあまた明日ね。変なことしないでね。おやすみ。よいしょ。はあ、二宮。うん。何にもしねえよ。止まらない雨が、恋が降らせた雨が、二人を昨日へ返さない。氷の風の真ん中を一人進んだ、埋もれないよ凍えた頬を今預けよう、その手で Hold me baby。 静かに咲いた綺麗な花に僕の覚悟が目をこすり出す。二人で落ちた恋の魔法、Special lady、 消えないで、 月にそっと見守られてるような柔らかい渦の中、未来の神話に刻まれそうな物語作ろう。このまま君の胸に飛び込んだまま、奪いたいずっと涙も。
你怎么样？还在？去了瑞典。真由美さんはレゴリスを辞め、蓮さんの元に行った。真由美さんと一緒なら安心。明日から復帰だ。よろしく。をご存知ですか。俺ずっと甘えてたよな。みんな自分が欲しいものを手に入れるのに必死なんですよ。レンさん、今どこに誰といるか知ってます？大事なもの。この番組は D&G、 やっぱりトヨタ、あいつはいい男だった。僕のことを選んでますか？ サントリー、だから何にしてもいいわけ。卑怯だね、風見くんって。メナード化粧品、ドコモの提供でお送りしました。この人を作りました。それ以上言わないで。ごめん。